中段の岡山勢を抑えた5番大西隆明、そのまま茨城勢へと接近してタイを並べて残り2周、5番大西が前に出て7番月森が乗っていく流れで、今度は岡山の後ろに6番則月誠介が乗っていきました。中段3番山口翼は抑えられています。7番月森がじわっと前に出て残り1周半先頭に変わりました。則月誠介も3番手を進んで、あとは5番大西、2番山口敦也、九州勢は4、5番手、3番山口翼は後方まくり勝負となっています。7番月森涼介の先行、残り1周回、後ろには1番三宅達也、6番則月誠介が好立ち回りから3番手進んでいまして、2写真半差4番手中段、5番大西隆明のまくりはどうか、その後6番手3番山口翼、さあ共にまくり上げていきまして2センター、7番月森の先行を後ろで援護して1番の三宅、懐から6番の則月誠介追い込んで、さらに九州勢2番山口敦也がかわして降臨、最後は2番山口敦也、本戦からただ一人突き抜けてきました。